本 e ラーニングは大学や研究機関の教職員や学生が安全保障貿易管理の基本的な事項を理解するための内容となっております技術の提供や貨物の輸出を伴う教育活動や研究活動を実施する際には安全保障貿易管理が不可欠です各大学や研究機関において審査をした結果 経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。具体的な手続きなどにつきましては、各大学や研究機関のルールに従い、適切に実施するようにしてください。さて、本単元では、安全保障貿易管理の必要性について解説します。なお、この動画教材は、令和5年、 3月時点の情報に基づいて作成されたものです。最新の情報については、経済産業省の安全保障貿易管理に関するホームページなどを参照してください。安全保障貿易管理の必要性。安全保障貿易管理とは、武器や軍事転用可能な技術や貨物が我が国、 および国際社会の平和と安全を脅かす恐れのある国家やテロリストなど懸念活動を行う恐れのあるものに渡ることを防ぐために技術の提供や貨物の輸出を管理することです先進国の保有する高度な技術や貨物が大量破壊兵器等の開発などを行っている国やテロ組織に渡たった場合国際的な脅威となり 国際情勢の不安定化を招く大きな要因となります。従って懸念国やテロ組織への技術や貨物の流出を防ぐためには、直接的な技術移転や貨物の輸出だけではなく、間接的な技術移転や迂回輸出を含めて、様々な観点から厳格に管理しなければなりません。近年では 懸念国やテロ組織による技術獲得活動は、ますます巧妙なものになってきており、安全保障貿易管理を通じて、我が国だけではなく、国際社会の平和と安全の維持に貢献することの重要性が、大学、研究機関などの学術研究活動においても増しています。安全保障をめぐる状況。 近年、テロの多発、ロシアによるウクライナ侵攻、北朝鮮による度重なるミサイル発射など、安全保障環境はますます複雑化、深刻化しています。具体的な事例として、例えば、中東におけるイラク、レバントのイスラム国、いわゆるアイシルによるテロや化学兵器の使用疑惑、 IAEA、e、によるイランの高濃縮ウラン製造プロセス開始に関する報告、ロシア軍によるウクライナ侵攻、北朝鮮による複数回にわたるミサイルの発射、中国の軍事予算の増大などが挙げられます。その中でアイシルの爆弾に日本製の部品が使われていたことや、北朝鮮の艦船に日本製のレーダーが使われていたことが判明しています。 意図しない技術の提供や貨物の輸出が行われないよう安全保障貿易管理の徹底がさらに求められているところです軍事分野において民生技術が活用される例安全保障貿易管理において留意すべきものはいわゆる武器などの軍用品だけではありません近年民生技術が技術革新を主導するようになり 民生技術を軍事転用する事例が増えている中、貨物のみならず民生技術を適切に管理する重要性が一層高まっています。例えば、炭素繊維はゴルフ用シャフト、釣りテニスラケットなど幅広い分野で民生用途として活用されています。一方で、戦闘機の主翼素材など軍事用途としても用いられます。 他にも民生技術が軍事用途に用いられる例として、工作機械、凍結乾燥機、画像認識技術があります。懸念国やテロリストがこれらの軍事転用可能な民生技術を獲得するため、研究者や留学生を派遣するといった例があるなど、その調達活動はますます多様化してきています。 また軍事転用可能な民生技術は大学や研究機関においても幅広く存在します。このため大学や研究機関においても平和利用のための自由な研究が大量破壊兵器などの懸念活動に利用されないように、軍事転用される可能性について検討しつつ適切に管理する必要があります。 米国大学教授による高度技術流出違反事例大学や研究機関において国際的な人的交流や外国との共同研究などが加速している中安全保障貿易管理上の規制を受ける技術提供の機会が増加していると考えられますその中で実際に米国においては安全保障貿易管理に関する法令違反により 大学の教授が逮捕される事件が起こりました。テネシー大学のロス教授は、AGT 社と無人航空機用プラズマアクチュエーターに関する共同研究の契約を結びました。なお、AGT 社はアメリカ空軍研究所との間で無人航空機用プラズマアクチュエーターに関する研究契約をすでに結んでいました。2008年、 ロス教授とロス教授の元教え子で AGT 社に在籍するシャーマン氏は、米国政府の許可を得ずに、中国人やイラン人の留学生などにこの研究に関する報告書へのアクセスを認めました。またロス教授は、米国政府の許可を得ず、講演のためにアメリカ空軍研究所との研究に関する技術情報が入ったパソコンを中国に持ち出しました。 これにより2009年にロス教授とシャーマン氏は懲役刑を受ける事態となりました。このように大学や研究機関における研究活動に基づく技術の提供についてきちんと管理できていない場合、法令違反に問われる可能性があります。大学、研究機関における技術の提供、貨物の輸出。 我が国では、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法において、規制対象となる技術の提供や貨物の輸出が規定されています。外為法による規制を遵守するためには、大学や研究機関でよく見られる技術の提供や貨物の輸出の機会を把握し、規制対象となり得ることを理解しておくことが重要となります。 例えば学生、研究者への技術提供や外国との共同研究については留意が必要になります。電話や電子メールでの情報提供や授業、会議、打ち合わせ、研究指導なども外為法上で規制対象となる技術の提供や貨物の輸出に該当する可能性があります。またオンラインでの講義、会議、 打ち合わせなどについても技術の提供の機会となり得ることにも注意が必要です。これらの他に研究資料や試作品などの持ち出し、海外送付、外国からの研究者の訪問受け入れの際の研究施設の見学、研究内容や工程の説明、非公開の講演会、展示会における技術情報の提供なども、 外為法上で規制対象となる技術の提供や貨物の輸出に該当する可能性があります。このように大学や研究機関では技術の提供や貨物の輸出の機会が多くあります。特に技術は一旦提供してしまうと元に戻すことは難しい場合が多く、その管理には十分な注意を払う必要があります。 これらの技術の提供や貨物の輸出を行う際には、各大学や研究機関の担当部署にお問い合わせの上、具体的な手続きなどについてご確認ください。どのような技術や貨物が規制されているのか、誰に提供や輸出することが規制されているのかといった制度の詳細や、具体的にどのような場面で留意が必要となるのかなどについては、 本 E ラーニング講座の別の単元で説明しておりますのでご覧ください。これで安全保障貿易管理の必要性の説明を終わります。